はい、こんにちは、太郎です。ということで、今日はですね、先日3月17日にアメリカではですね、セントパトリックスデーというアイランドの伝統的な祝日があるんですけど、でここボストンでもですね、そのパレードが大々的に開かれたんで、それにちょっと参加してきましたということで、この祭りですね、なんかもともとそのアイランドの伝統的な、聖パトリックさんって人がこうアイランドに、カトリック、キリスト教をその布教したと、広めたということで、それをこう、讃えようということで始まった、お祭りらしいんですけど、このボストンね、そのアイランド系の移民がなんか、その数多くいるということで、特にアメリカの中でも盛り上がる街らしいんですよね。はい、他にもですね、ニューヨークとかシカゴも結構盛り上がるらしいんですけど、ボストンも結構大々的に盛り上がるということで行ってきましたよ、その、はい、なので今日はですね、そちらの方ちょっとみんな、ちょっと頑張って騒いできたんですけど、それをみんなと一緒に見ていけたらなと思います。ということで VTR スタート。ピース。じゃあ見ていきますか、早速。はい、行きましょう。ですね、このパレード、その、ブロードウェイステーションというですね、この駅からスタートしまして、さすがですね、やっぱこう、アイルランドの祭りということで、サウスボストンっていう地区で開かれたんですけど、かつてその、ここ、アイリッシュたちがいっぱい住んでたアイリッシュ地区とし、地区らしいんですけど、はい。だから、ここで、はい、開かれたっぽいですね。で、結構ね、長い距離パレード続いてるんですけど、ちなみにこのサウスボストン、別名サウディーって言いまして、サウディーグッズが、はい、いっぱい売ってありました。ということで、見ていきましょう。はい、どんどん行きましょう。もう僕が行った時にはね、ちょっと遅刻したんですけど、もうこれね、軍関係者がいっぱい行ったんですよね。やべえ。こんな感じです。はい、こういうね、女の子たちもいっぱいいました。はい。あ、ストップ。ストップ。はい、ストップ。で、こんな感じでね、もう見てもらえればわかるんですけど、もう緑だらけなんですよ。とにかく。はい。で、なんか、その、緑っていうのが、アイルランドの、テーマカラーというか、アイランドをこう象徴するカラーらしくて、だからこのセントパトリックスではですね、緑を身につけていくっていう、はい、それがもう絶対条件です。ハロウィンみたいな感じですね。仮装して参加するのがハロウィンだとしたら、セントパトリックスではもう緑を身につけていけばいいという感じです。で、これね、ちょっと見てもらえばわかるかな、ちょっと。三つ葉のクローバーもね、よく出てくるんですよ。この手前の人とかさ、ほら来てんじゃん。三つ葉のクローバーも、これ別名シャムロックって言いまして、これアイルランドの国の花っていうか、国家にもなってるぐらい、これもね、アイルランドをこう象徴するものらしいんで、緑色か、このシャムロックつけとけば、参加できるということで、はい、続きいきましょう。Thank you guys! はい。めっちゃ天気いいな、この日。天気いいけどね。じゃあ今日協力してくれるブライアンです。友達ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。映画俳優志望なんで、皆さんよろしくお願いします。はい、元気してるかな、ブライアン。Oh yeah. アクター？アクター、yeah, I'm an actor. めっちゃ日本。俺は外人けど、俺は日本語が好き。おお、らしいです。はい、うまいな日本語、ブライアン。ということで、アイランドって感じしますね、やっぱり。あ、先に女の子たちですね。もう緑だらけだよね、やっぱりこうやって。そう、もうほらやばいよな、この人。これもうね、10キロぐらいマジ続いてるから、これもう森なしで、本当にすげえな。めちゃくちゃ寒かったんですけど、もうみんなお酒飲みながらはしゃいでました。アイルランドの方でしょ。はい、もうほらこのおっさんとかやばくないっていう。あ、アイランドのね、旗もこうやって、あ、アメリカっぽいですね、こういう。汚いな。一旦じゃあこの辺でストップしますか。はい、
このね、手前の、見えるかな？女の子なんかハットかぶってると思うんですけど、もうね、ここ見てもわかるように、やっぱりこの緑色とシャムロック、もうこれも必需品なんですよ。はい。で、ちなみにね、ここでちょっと、ドクタータルの豆知識ってことで、ほら、ボストンといえばさ、セルティックス、有名じゃないですか。バスケットね。はい。で、あれのロゴこちら。はい。これロゴ見てもらえればわかるように、これもさ、ほら、緑色でしょ？で、シャムロック。ほらーね。だから実はこのセルティックスっていうチームも、いかに、ボストンにアイルランド系のこの文化というか、アイルランド系のなんかカルチャーがかなりこう色濃く持ち込まれてるかがわかるんじゃないかなっていう、いうふうに思うんですよね。はい。でね、さらに豆知識として、このバスケット回してるこのおっさん、これもね、実は、これレプラコンと言いまして、こいつもね、実はアイルランドの妖精らしいんですよ。はい。で、どういう妖精かと言いますと、なんかね、ちっちゃい靴職人、ちっちゃい本当靴職人のおっさんらしいんですよね。で、捕まえるとなんかね、地下に眠ってる財宝をのありかを教えてくれるということで、ですね、まあぜひ、欲にまみれたですね、お金持ちになりたいという方は一回アイルランドに行ってレプラコーン捕めてみてください。はい。ちょっと捕まえれたら僕に情報ください。はい。どんな感じだったのかっていう。あとそのセルティックスっていう名前自体もケルト人を表す言葉らしくて、でケルト文化ってほら、まあ聞いたことある人いるかな、その昔のね、民族いるんですけど、そういうケルトの、文化もかなりこのアイルランドに色濃く残ってるということで、実はねセルティックス、その非常にこうアイルランドとつながりの深いチームだったっていうこともね、このセントパトリックスデーと関連してちょっとはい、お届けしましたということで、続きいきますか。すいません、はい、長くなりました。汚いですね、相変わらずね。はい。女の子とかね、どう？かわいい。あ、来ましたね。どう？休憩で、セントパトリックス製のテーマカラーというか、グリーン、ああ。いただきます。こういうのいっぱい売ってあるんですよね。全然美味しくないっていう。はい、美味しい？美味しい？ブライアンもね、食べてますね。あ、はい、ストップ。で、これですね、はい。僕これ、コインを持ってるんですよ。で、これね、もらったんですよ、コインを。で、このコインも実は、これ僕の予想ですけど、このパレード中いっぱいこうコインを配ってる人たちがいて、おそらくこれもそのレプラコーンのその財宝伝説というか、そのレプラコーンがお宝のありかを知ってるからこうお金持ちになれるっていう、なんかそれでこのコインをみんな配ってたんじゃないのかなっていう、こう僕もあくまで僕の感想です。はい。けどね、結構いました、このコインを配ってる人は。はい、ぜひね、セントパトリックスに参加する人はちょっとゲットしてみてください。はい。あ、サムネかな。めちゃくちゃ緑だよね、本当。あ、もうこれね、軍関係者もね、たくさんいたんですよ。はい、おられたんですね。敬礼してますね、僕。いや、お、はい、はい、ありがとうございます。はい、このサムネですね、完全に。はい。あ、このはしゃぎタイムですかね。いや、楽しかったですね、セントパトリックス。お、マーベル作品かな、これは。懐かしいな、本当に。ケオカした。あ、来ましたね。来たほら。これはすごいんじゃないですか、結構。お、可愛いですね。はい、ということで、はい、はい、ありがとうございます。マダムでしたけどね。アイランドっぽいんじゃないですか、ここは。
スカートみたいなやつもね。いやこういうのはなんか本当ヨーロッパっぽいですね、はい、こういうのもあるし、謎の乗り物シリーズ、はい、いっぱいいましたね、こういう人たちも、はい、嬉しい嬉しい。あ、ストップ。あのね、こういうね、なんかあの、そのシャムロックの首飾り、あのキラキラしたなんかチープな、こういうのもね無限に配ってるんですよ。でももうもらいまくりました。もう3つぐらいなんかもらって、もうジャラジャラしまって。あ、終わりましたかね。はい。はい。いかがだったでしょうか。はい、こんな感じで。これがですね、あの、ボストンのセントパトリックスデーということでした。はい、どうだったかな。なんかそんな面白いかどうかわかんないんですけど、まあちょっと、まあ参加してみましたよ、とりあえず。はい。でですね、もしかしたらね、これなんか、そのうち日本でも流行りそうな気がしますね。なんとなく、わかんないけど。この、通常ね、3月の17日に、このセントパトリックスデーなんですけど、3月17ってさ、ほら、3月3日がおひな祭りで、3月、あとはもう卒業式シーズンぐらいしかないじゃないですか。ほら、なんか、例えば、なんかビール会社さんとか、もうこの17日に合わせてセントパトリックスでなんか日本でも流行るんじゃないのかなって思うんですけどね。わかんないですけどね。はい。まあだからぜひですね、なんかこう、お酒も好きで騒ぐのも好きという方はですね、一度、こう、まあ日本のハロウィンもいいけど、ボストン、春のボストンのセントパトリックスで、これちょっとかなりおすすめなんで、可愛い女の子たちね、あの、緑着飾ってめちゃくちゃいたんで、はい。腕にね、自信があるという、あの、ナンパ師の方々は、ぜひ参加してみるといいんじゃないのかなと思います。ただですね、めちゃくちゃ寒いです。はい。これだけ言ってきます。めっちゃ寒いです。はい。ということで、セントパトリックスでした。またですね、あの、今後も、なんか、全然役に立つかわかんないですけど、僕のね、YouTube なんか、やっていこうと思うんで、はい。お願いします。弱小なんで、はい、お願いします。ということで、バイバイ。